はいどうも、ケント店長でーす。10秒の無言。というわけでですね、ケント店長でございます。俺、あと何年生きんだ？俺、今、約29歳だから、約30歳とカウントして、30歳。まあ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 、じゃあ人生80年として、あと50年生きますと、俺。50年も生きんの、俺。長えー！でもさ、50年って思うとちょっと長えって思うかもしれないけどさ、これ考え方によってはだよ。1年で365日じゃないですか。うん、10年で3650日じゃないですか。3650日かける5で50年だよね。ってことは5、3、15の3600だから6、35、35。まあだいたい1万8000日ぐらいか。え？俺あと1万8000日しか生きねえの？うっそ！やべえってなんないですか？なんないですか？お、あと1万8000日しかないですよ。1万8000日ってさほどないよ。1万8000日だよ。これ1万8000円だったらさ、ねえ、1万8000円だったらだよ。これ1万8000日を1万8000円として換算するとしたらだよ。ねえ。携帯代1ヶ月分払ったらもう終わりだからね、ほとんどね。携帯代2ヶ月分払えないからね。ってことは、携帯代2回分で死ぬってことでしょ？短くない？そう考えるとね、毎日ね、こんなうだうだやってらんないわけですよ。明日考えりゃいいやってね、そういう、なんだろうね、先延ばしにしていくっていうね、思考をね、だんだんちょっと改めないといけないなって思うわけですよ。うん、これ大げさなんだけども、で50年ね、そのうちの若い時って、あと俺30歳だとして、あと10年、15年ぐらいでしょ？45ぐらいまで。ね。まあまあまあ、それでもいい、若い人は若いですけど、50代でも。でもまあ、40、45ぐらいって言ったら、もう別に青年とかじゃないですか。中年、中高年ですよね。うん。あと青年でいられるのって、俺ほんと5年ぐらいなんですよ。30、35ぐらいがギリギリですよね。もう中年か、35じゃ。うん。ってことだよ。本当に俺あと、1000日とちょいぐらい、まあ、2000日ぐらいで、俺、青年期終わっちゃう、青年期というか、もう若い世代の時が終わっちゃうんですよ、俺。うん。そう考えるとですよ、たった2000日ぐらいしかないんですよ。明日やればいいやとかね。いいや、今日は。体疲れてるから休もうとかね。うん。そういうね、なんか悠長なこと言ってらんねえなって思うわけですよね。うん。先延ばしにする思考ってですね、良くないと思うんですよ、俺。明日やればいいやーっていう人ね、カイジの班長も言ってたけど、明日やればいいや、明日頑張ればいいやって人って、なかなかね、明日も頑張れないんですよ。うん。あのね、思い立ったらすぐ行動するっていうか、思い立ったらすぐ頑張る。今日から頑張る。もう今すぐ今日から思ったってことは頑張る。明日から頑張ろうとか、来週から頑張ろう、まあ、次から頑張ろうっていうふうに言う思考はね、例えばだよ。よくない。うん。人生ってね、時間ってすごい有限で限られてるからね。本当に、まあ、こんな若輩者が言うのもなんだけども、後からね、後悔して、あの時やっとけばよかったっつっても、二度とその時間で戻ってこないですね。うん。俺、1年間をね、1億円で買えるって言ったら俺買うよ。うん。ないけどね、1億円。それぐらい時間って高価なものでね、何よりも大切なものだと僕は思うんですよ。うん。思うんですよ。そうなんですよ。ねえ、だって時間ってさ、絶対買えないからね。買おうと思っても、ドラえもんなんかいないしね。ドラえもんがいたら買えるかもしれないけども、うん、あんな便利屋いないからね、うん、お金でも買えないし、もう取り戻そうと思っても絶対に取り戻せないのが時間ですよ。時間を無駄にしないでくださいよ。時間をぜひ皆さん本当に有意義に時間を使っていかないと、人生って本当に決まってますからね。時間がみんな一人一人平等じゃないけど、時間はそう。おいね、すべての人間に対してね、言えることっていうか、なんだろうね、同じ平等にあるもの、すべての人間に平等にあるものって、なんだと。自由か。違うと。ね。酸素か。酸素でもない。なんだと思ったら、ね、この平等にあるものって死だと思うんですよ、死。うん。すべての生物の上にはですね、必ず死があるわけです。これは平等に死があるわけですよ。まあもちろん長い短いありますよ、その死に対してのね。ただ、絶対に生物ってのは、多分死、この死ぬっていうことから、遠ざかることってのはできないと思うんですよ。
生物はね、その死に向かうっていうか近づいていく、どんどん近づいていく、その時間をね、スピードを遅らせることはできるかもしれないけど、多分遠ざかることっていうのは多分絶対できないですよ、生物はね。生物である限り、だみんな死に向かって進んでいくわけですよ。少し少し毎日この1秒1秒どん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 死に向かって歩いてるわけです。それは止められないわけじゃないですか。有限なんですよ、有限。ペットボトルに入って水をね、ちょっとずつちょっとずつ出していって、最後になくなっちゃうように必ず終わりが来る。その終わりに向かってちょっとずつちょっとずつ進んでいってる間にですね、何をできるか、何ができるか、どんだけ楽しめるか、それって日々の1秒1秒の積み重ねじゃないですか、結局は。だいいや、今日はダリア無理だ、今日からランニング、今日だからダイエット頑張ろうね、明日からダイエット頑張ろう、明後日から頑張ろうってやってるとね、もうダメだぞ。今すぐやるんだよ、ダイエットを頑張ろうって言ったら。そう、とにかく思い立ったらすぐやんないと、時間って本当にね、もう戻ってこないからね。俺みたいになるよ、俺みたいな人間になっちゃうよ、みんな時間を無駄にすると。時間を有意義に使ってね、ずっと頑張って無駄な時間のね、その空いた時間を漫画を読んだね、俺みたいなね、漫画読んだ、ゲームやった、ずっとぼーっとした人間が俺ですよね。電車乗って空いた時間も本読んだり勉強したりね、家に帰って俺が鼻くそほじくってる時間にね、算数の勉強したりとかしてた人たちが今ね、いい子ね、仕事についていい女を、ね、手に入れて幸せ手に入れてるわけですよ。別にいい仕事に就くのが幸せか、いい女を手にするのが幸せかって、それが一概のそうとは言えないけども、まあそれがある種の幸せであることは間違いないですからね。うん、ある人にとってはそれが幸せだし、まあいいものに越したことないじゃん。もちろんね、その質素な暮らしとか庶民的な暮らしがいいんだよ、それで満足できる方がいいんだよってね、思う人もいるし、俺もそう思うよ。でも思うけども、いいものはやっぱりいいし、いいものを手に入れたいっていう向上心は絶対ね、人間的に俺は必要だと思うんですよね。うん、だからその結局向上心ってどっから生まれるんだっつったら、一日一日無駄にしなかった人たちがもっと上に行きたい、もっと上に行きたいっつってどんどん登っていくわけですよね。俺ずっと同じところ平行線でずっとステイしていくと、人間って多分ね、あんまりよろしくないんじゃないかなって思うんですよ。やっぱりちょっと上は向いて、うん、今よりかちょっとでもいい環境にっていうか、いい状態に、いい経験を積みたいとかね、そのいい方にいい方に行こうっていう気持ちがあるかないかで、全然多分人生で変わってくると思うんですよね。うん、何が言いたいかっていうと、時間を皆さん本当に無駄にしないでくださいっていう、ことが言いたかって、この8分間今喋ってるわけですね。あとただ喋りたくて喋ってるんですね。お風呂まで暇なんでね。そんな感じなんですけども、本当に時間って大事なものなんで、明日から頑張ろうとかね、来月から頑張ろうっていう思考はですね、もしですよ、人生少しでも良くしたいなって思ってる人いたら、今日から今から頑張ってください。今から頑張ろう、もうすでにそういう気持ちでいかないと、人生ね、本当に後で後悔する羽目になりますよ、俺みたいにね。うん、ジムでも結構いるんですよ、教えて、やっててさ、今日もういいや、今日はもう大丈夫、ここまで、もう次やろうっていうね、次なんかねえんだよ、あるよ。あるけども、その1回を頑張れなかった人は、次も多分、なかなか頑張れない。まあもちろん頑張れる人もいるんだけども、うん。毎回その1回1回を頑張っていかないと、結局次には繋がらないわけですよ。うん。偉そうなこと言ってるけど、本当そうっすよ、これマジで。時間は絶対無駄にしちゃいけないし、限られたチャンス、機会を絶対に無駄にしないで、生かさないと人生良くならないよっていうね、悪い見本だから、ここにいるのが、本当に。悪い見本ですからね。漢字は書けないし、計算、算数はできないし、ね。地理は全然わかんない。本当に地理わかんないからね、俺。自分が住んでる神奈川と東京、その埼玉、上の埼玉ぐらい、あと全部、あともうもやがかかって、もう頭で想像すると全部グレーの、もう灰色のゾーンですから。ドラゴンクエストとかね、RPG で言うと見てない地図の真っ黒けっけの部分ですよ。それぐらい知識がない。何にもわからない。こんな人間が出来上がってしまいました。ね。勉強だけが全てじゃないけども、勉強ができると、やっぱ役に立つことは間違いない。今、社会でそれを痛感しております。勉強しとけばよかったな、あの時な、っていう風に今ね、すごい痛感してるんですよ。うん。でも今から通い直そうと思っても、勉強し直そうと思っても、なかなかうまくそういかないし、時間もね、限られてるし、
だから時間があるうちにね、無駄にせずにね、時間を有効活用してください。夢に向かって、自分のより良い人生に向かって経験として、何事も何かやれば絶対経験としてね、自分に必ず生きてくるんで、無意味なことなんてね、絶対ないですよ、本当に。いや、あるよあるけども、何かしらで多分帰ってくるとは思ってるし、思いたい。そう思ってれば、ああ、今ってこれ絶対やってる無駄だよっていう風な思考にならないし、そういう思考だと何やってもね、ああ、これも無駄だとか、ああ、これはダメだとか、良くない思考に陥る。うん。だからね、ポジティブにね、今全然無駄だと思えることも絶対いつか役に立つっていう風に思ってやると、全然ね、テンションも変わってくるし、モチベーションも変わってくるんで、必ず今やってることは何かしらのね、どっかで何かしらの役に立ってくるっていう風に思って、日々、時間を無駄にせずに、無駄に、時間を無駄にせずに、頑張ってくださいと。人生の悪い見本失敗者からのエールです。はい、風呂入ってきます。うん、あよくれた。